Yeah.
ているアイドルグループ九州キューピーズキュンキュンです。よろしくお願いします。はい、私たちキュンキュンはですね、いつもは総勢約25名のメンバーで活動する大人数型アイドルグループなんですけども、今日は選抜の6人でやってきました。ということで、まずはメンバーの顔と名前を覚えてほしいので簡単に自己紹介したいと思います。それではなっちゃん先輩から。はい、北九州出身キュンキュンのみんなの妹、なっちゃんこと内村奈緒です。よろしくお願いします。はい、はい、同じく北九州出身、中学じゃなかったよ高校、大丈夫大丈夫、高校1年生15歳のあやんこと伸び中学です。よろしくお願いします。イエーイ。センター祭りなこと松木里奈です。よろしくお願いします。いいわ。はい、キュンキュンのリーダーをしていますカッスンこと大野かすみです。よろしくお願いします。はい、高校3年生18歳のデイチーこと姫川レイヤです。よろしくお願いします。はい、しっかり者だけどおバカです、ゆかちんこと山中ゆかです。よろしくお願いします。ゆかちん。はい、ということで今日はこの6人で盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、私たちキュンキュン実はパチンコ P ゾーンさんの CM に出演させていただいてるんですけども、見たことあるよっていう方いらっしゃいますか？あるよって人。ありがとうございます。ありがとうございます。え、実はですね、今日来てるメンバーの中で私松木玲奈が出演してるんですけども、真ん中で衣装を着たりテニスウェアを着たりしてるんですけども、ピンクのサンバイザーを目印に発見していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、もうですね、キュンキュンがこの安らぎイルミイン仲間さんに呼んでいただくのが、はい、なんと今年で2回目ということで、去年もね出演したメンバーが4人もいるんですよ。はい、はい、いやー、もうね今年もね呼んでもらえてとっても嬉しいですね。去年も奥まで今日お客さんがいらっしゃったんですけど、はい、今日もすごい奥まで、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、もう本当にイルミネーションまだ点灯してないんですが、私たちのステージ後に点灯式があるみたいなんですけども、はい、もうなんかイルミネーションを見るとなんかクリスマスを感じますよね。確かにそうですね、感じますよね、はい、もうまあ1ヶ月まだ先なんですけども、もうお子さんの中には今日多いのでちょっと聞いてみたいんですけど、サンタさんに頼むプレゼントを決めてるよって人どれくらいいますか？あ、結構いる。いや、ちょっと大きいお友達も手挙げてますけど結構やっぱね、もう決めてるんですね。早いですね。やっぱあれかな、妖怪ウォッチのおもちゃとか。今日来てるメンバーの中で最年少が、入ってあげてください。二人何歳だっけ？はい、15歳です。二人とも15歳か、はい、そうそうそう。じゃあナスさんは、まあ、15歳もいい年なんですけども、はい、まあ、サンタさんにプレゼントを頼むんですか？頼みますよ。頼むんだ15歳も頼むらしいです。何頼むの？なっちゃんは可愛いアクセサリーがいっぱい欲しいなと思ってます。あ、アイドルですね。なるほどなるほど、アクセサリーね。アクセサリーが欲しいんですよ。なるほど。なみじさんはどうですか？私はみんなの愛が欲しい、アイドルだから。え、どうした愛が欲しい、愛が欲しいな。愛に飢えてる。愛に飢えてますだから今日来てくださる皆さんにちょっとたくさんの愛をいただこうかなって。あ、なるほどなるほど。よろしくお願いします、私たちこの後ですね、皆様から見て左手側にあります奥のテントでグッズ販売というものを行いまして、私たち6人のメンバーがそこに立ってキュンキュンのグッズを販売したり、私たちとツーショットを撮ることができるチェキ撮影などを行ったりします。なんかあややんは愛に飢えてるみたいなので、愛飢えてますので、グッズを買うとかそんなんじゃなくても本当に私たちに気軽にお話に来てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。今日は私たちキュンキュンが精一杯イベント盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続いての曲に行きたいと思います。聴いてください、パワフルレインボー。
次の曲でラストの曲になってしまうんですが、ね、私たちの11月19日発売するライバルという新曲となっております。この曲どんな曲ですかね。ですね、キュンキュン恋愛の曲が多かったりするんですけど もうタイトル通り仲間をテーマにした曲でして、すごい苦しい時期も一緒に乗り越えた仲間であって、でも時にはぶつかり合って、そんな仲間なんですけども、日頃言えない感謝の気持ちもこもっている大切な大切な曲となってます。なのでたくさんの方にぜひこの思いが伝わったらいいなと思っております。はい、もう19日発売ということで、今ですねもう予約ができるようになっていまして、はい、タワーレコードさん、アマゾンさん、楽天さん、 HMV さんなどでもう予約することができます。この予約枚数がオリコンチャートにも関わってくるので、もし今日聴いていいなと思ったらチェックしていただけるととっても嬉しいです。では早速聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ライバル。
後もイベント楽しんでいってください。以上、九州キュービッツ、キュンキュンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。